皆さんこんにちは。スマートスローアーズのあぜちです。本日は野球からやり投げへの転向、どんな人が向いているというテーマでお送りしたいと思います。現在動画を見ていただいている方の中には野球部に所属をしているという方も多くいると思います。そういった方々の中でその野球からやり投げへ転向するとなった場合、どういった性質を持っていれば向いているのかということについて、今まで他の動画などで語られてなかったと思うので、私なりの解釈ではありますが、お話をしていきたいと思います。それでは具体的なお話をさせていただく前に、私の簡単なプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。私は野球部に小学校4年から中学校3年まで所属をしていました。その後、高校1年から大学4年まで7年間、陸上部でやり投げを行ってきました。私自身野球から陸上部のやり投げへ転向したという経験がありますので、この経験をもとにどんな人なら野球からやり投げ転向するのに向いているのかということをお話ししていきたいと思います。それでは具体的にお話をさせていただきたいと思います。ポイントとしてはこの3点が挙げられると考えています。1点目、性格。2点目、体格。3点目、身体能力。この3点に分けて、私なりの解釈をお伝えしていきたいと思います。それでは、1点目、性格についてお話をしたいと思います。性格については3つあると考えております。1つ目、職人かたぎであるということ。2つ目、集団より個を好むということ。3つ目、自分の失敗で他人を巻き込むのが嫌だという気持ちがあること。これについて一つずつ解説をしていきます。まず一つ目、職人かたぎであるということ。これは、やり投げの競技性質上、自分自身のフォームを何度も繰り返し見て、どの点がいけないのか、どの点が良くないのかということを洗い出して、それを解決していく。この繰り返しによって、フォームが改善していって、競技結果が伸びていく。これを繰り返していくんですね。なので、職人かたぎであるということが一つ求められると考えております。二つ目、集団より個を好むということ。これについては、野球が団体競技なのに対し、やり投げが個人競技であるということに由来しています。やり投げの場合、陸上部という括りはあっても、やり投げ自体の競技者の数はそこまで多くはありません。なので、練習の最中、には一人で練習するということも多々あります。学校によりますが、その学校で自分しかやり投げの選手がいないということも多々あると思います。そういった中でも自分自身の練習に集中をして取り組めるかというのが一つの性格のポイントになってきます。それでは三つ目、自分の失敗で他人を巻き込むのが嫌だということについてです。先ほどもお話ししましたが、野球が団体競技なのに対してやり投げは個人競技です。なので自分の失敗で他人を巻き込むということがやり投げの場合はありません。具体的にお話をすると、例えば野球で自分自身がエラーをして負けてしまったとなった場合、自分の失敗で他人を巻き込んでしまうということになります。逆にやり投げの場合だと、自分が例えば投げるときに転んでしまったという失敗をしたとしても他人を巻き込むという状況にはなりません。なので自分自身の競技結果については自分だけが責任を負うという意味で野球との大きな違いがあります。なので自分の失敗で他人を巻き込むのが嫌だという人にとっては集団競技、団体競技よりも個人競技であるやり投げの方が向いているのではないでしょうか。それでは2点目、体格についてお話をしたいと思います。もちろん、スポーツを行うにあたって、身長は高いに越したことはありません。それはやり投げも同じです。ただし、2015年の世界陸上大会のチャンピオンは、約175センチであるということが知られています。また、国内の高校、大学で活躍している選手なども、平均身長175センチ前後、身長引く体重が90から110、というのが私の体感値ではありますが、多いという印象を受けています。
他にも身長160センチ台で活躍している選手を私は何人も知っておりますので、身長が低いから必ずしも活躍できないということは、ないと思います。それでは3点目、身体能力についてお話をしたいと思います。先ほどの体格以上にこちらの身体能力の方が私は重要になると思っております。特に重要な要因となるのがこの肩の強さになります。野球部の中でも肩が非常に強い選手というのはいると思いますが、そういった方にやり投げはぴったりの競技だと考えております。また他にも走力、跳躍力、体幹といった要素が重要になってきますので、こういった走力、跳躍力、体幹を肩の強さの他に武器にできるということであれば、なおやり投げに適性があると考えられます。それではまとめです。結局どういった選手がやり投げに向いているのかと言いますと、まず性格については、自分で競技結果に全責任を持ちたい、こういった性格の部分があると非常に適性があると考えられます。また体格については、身長は高いに越したことはありませんが、他の要素でカバーしている選手も多くいますので、身長というところにこだわらずチャレンジをしていただきたいと思います。また身体能力については、肩の強さというのが大きな要因になることはもちろんですが、他に走力、跳躍力、体幹などの武器があれば理想的ですし、こういったものを武器にして戦っている選手も非常に多くいるという印象を受けております。いかがでしたでしょうか。今回のお話はあくまでもアゼチの個人的見解にはなりますが、他にもこういった要素があるんだけど、私自身野球からやり投げに転向していいものかというような、悩み相談がありましたら、コメント欄の方に書いていただけると幸いです。それでは以上になります。ありがとうございました。